このそよごの調子が悪いってんですね、旦那。ああ、暑くなって急に葉が落ちてきたからね。水切れを起こしているんじゃないかと思うんだ。そうですね。そんじゃちょいと枝をさばいときますよ。ついでに松の具合も見せてもらいやしょう。それと秋にはやはり菊を植えたいね。今年は松坂菊を用意できるかい？あれは花びらがしだれ花火のようで面白い。他でもない大家屋さんの頼みとあっちゃ断れねえ。なんとかさせていただきますとも。戻ったのか。いや、別に急ぎというわけじゃないんだよ。今日は昼店の客もいないだろう。お前にとっては愉快な話じゃないと思うんだが。今夜アキトが商売の接待でうちを使うことになってね。相手は旗本の殿様で、相方には機長をと思っているんだが、お前も座敷に上がってくれないか。ご当人はおしゃべりで明るい女が好みだとおっしゃるんでね。そういう点では機長がふさわしいと思うんだが、彼女は少し目を離せないところがあるだろう。何せ相手はお武家様だからね。万一にも失礼があってはいけない。お前がそばについていれば何か起きても機転を利かせてくれると思ってね。ありがとう。よろしく頼むよ。門脇様、どうぞもっとお飲みになってくんなまし。いや、これこれ、そのように次から次へとついでは溢れてしまうではないか。だってわっちは門脇様に楽しい一夜を過ごしていただきとうありんすゆえ。
門脇様は今日が初めてでありんしょ。どうぞこの世の極楽を堪能してくんなまし。そうかそうか、機長はかわゆい女子よの。いや、そんな、お構いなく。へえ、千早は俺がそんなに無茶な仕事をこいつに振ってると思うわけか？実際どうだ、ヘータ。俺はおめえにとってそんなに横暴な主か？とんでもないです。旦那様は学のないオイラを取り立ててくれて、商いを一から教えてくださった。オイラみたいな半端もんがまともな職にありつけたのは旦那様のおかげです。本当に感謝してるんです。いつも言ってんだろう、柄じゃねえから旦那様呼びはやめろって。 はい、秋田さん。なあ、ヘータとは俺がガキの頃からの付き合いだからな。んなことよりおめえも俺に酒を告げよ。飾り物の人形みてえなオイラン様でもそれくらいはできんだろう。グダグダ言ってんじゃねえ。いちいち混ぜっかいしやがって。しぐれの教育とやらもまだまだだな。知るか。とにかくとっとと告げ。時にいかぐらや。
お前は毎晩のようにこういった場所で遊んでおるのか。札差とは随分と大層な身分だの。まさか、そんなことはございませんよ。いいお付き合いをさせていただきたい札旦那のお供をして、時折こうして中を覗くだけに過ぎません。門脇様におきましては、亡きお父上の時代から深いご縁がございましたゆえ、この度は何度組頭のご就任、誠におめでとうございます。どうぞ今宵はごゆるりとお楽しみください。わしもな、蔵宿たるお前とは末永い付き合いをしたいと思っておるぞ。正直、お前のような若造が神楽屋の主人だと言われた時はふざけるでないと思ったがな、主人が若いせいか番頭も手代も頼りなさげな小僧ばかりで。おい、平太とか言ったか、その方。あ、はい。お前の主人が商いをしくじった時は、手代連中を連れてうちを頼ってくれがよい。下働きの中間として雇ってやろうぞ。それはありがたい。私も後の憂いなく思い切った商売ができるというものです。どうした、千早、座れ。そろそろ程よい頃合いになりんしたね。男の用意をさせてまいりますから、こちらでお待ちくんなまし。本当の極楽はここからでありんすえ。Thank you.
そなた、茶屋と言ったな。貴重も良いが、よく見ればそなたも美しい。どうじゃ、貴重と共に二人、わしのとこにはべらんか。女郎風情が随分と知ったようなことを言う。生意気な口を聞くでない。金を積めば何でもやらせるのがお前たち女郎だろう。いくらじゃ、いくら払えばこの女を好きにできる。まさか出し惜しむとは言うまいな、神楽屋。門脇様、その千早と一夜を過ごすは金子の問題ではございません。バカを言うな。女郎に違いがあるものか。彼女はこの大岡屋の汚職、店の看板を背負う最上位の花魁です。たとえ千両箱を積もうが、桃よ通い詰めようが、かの小野小町のように男を袖にすることが許される。それが大岡屋という義老の格であり、上老たる花魁の育児と張りなのです。つべこべ抜かすな、太刺し風情が。そもそも札差しなど、昔は武士に顎で使われていたしがない縁台商人ではないか。我々の蔵米を当てに商いをするというのなら、米付きバッタのようにペコペコと平身抵当するが道理じゃ。なるほど、門脇様のおっしゃること、それも一理ございます。私ごときの頭でよければいくらでも下げてみせましょう。ですからどうぞ、千早からはお手をお引きください。やかましい、腹が立つ、目障りじゃ。アキトさん、ヘタ、大丈夫か。いいんです、オイラなんかどうでも。でもアキトさんがここまでバカにされるのは耐えらんねえ。
こんな奴の言いなりになるなんておかしいです。アキトさん、先代の門脇様はいい方だったけど、こいつは違う。こんなこといくらお武家様だからってあんまりだ。そこに直れ、無礼討ちにしてくれる。足元に気をつけてくださいよ。なんだ、どうした。やだ、この人鼻から血が出てるよ。一体何をしたんだ、アキト。幾分面倒な相手の接待だとは言っていたが、これが神楽屋流のもてなしなのかい。おめえのそういう持って回った言い草、つくづく鼻につくよな。すみません、アキトさん。大岡屋さんにも申し訳ねえ。俺がカッとなったせいで。いい、黙れ。だけどこれで金も返さないまま札差し替えでもされちまったら。そんなふざけたことさせるわけねえだろ。万一そうなってもな、こんな客一人失ったところで潰れるような商売はしてねえよ。だがまあ、騒ぎに巻き込んじまったことは悪かったな、しぐれ。何、構わないよ。この店で起きた問題なら大抵のことは私の方で何とかしてしまえるからね。相変わらず俺よりも汚え商売してんな、お前。ほら、どけ、お前ら。仕方ないな、あいつは。事情くらい説明していけばいいものを。千早、何が起きたかを話してくれるかい。